パワーマッキントッシュ8500は1995年から1997年までアップルが設計、製造、販売していたマッキントッシュシリーズ。上位機種として商品化されたパワーマッキントッシュ8500は交換可能なドーターカードを利用した最初のマッキントッシュの一つだった。第一世代の8500は 132MHz のパワーマッキントッシュ9500よりも低速だが、9500にはないオーディオ及び S ビデオ、コンポジットビデオ入出力ポートを備えていた。8500は6 4 4 8 0ドットの A-V 入出力を搭載した最初のパーソナルコンピュータだったが、1995年に製造された HDD では、 その解像度でビデオをキャプチャするために必要な 18MB 秒の帯域がなかった。しかも、8500の内蔵するーマイナス2の最大帯域は 10MB 秒であった。パワーマッキントッシュ X500 シリーズの他のモデルと同じように、8500は数度の高速化モデルチェンジを経た。最初は 120MHz のパワー PC604。 CPU を搭載し、後で同じチップの132メガヘルツモデルや150メガヘルツモデルが発売され、最後のモデルでは PowerPC 604E 180メガヘルツに達した。その後は1997年2月に Power Macintosh 8600に引き継がれた。Power Macintosh 8500 120 Power m a c i n t o 132.8500-150の特徴、パワーマッキントッシュ8500-180技術使用、アップル、パワーマッキントッシュの新製品をモデルを発表 PC、ウォッチ1996年10月14日。ありがとうございます。